ゲームをやりすぎて勉強できません。ゲームのない環境にして勉強してもぼーっとしてしまいます。どうすれば？まあ、これはゲームをですね、ゲームをね、やりすぎてね、勉強できないっていうのは、まあ、ちょっとね、手つかなくなってしまうほどっていうのは困りものなんですけど、まあ、気持ちはわからなくはないですね。まあ、だから、勉強ゲームだと思ってしまえばいいんですよ。勉強っていうのは、点数っていうふうに、まあ、リザルトが必ず出るようなゲームなんですよ。自分がやればやるだけ。まあ、要は、ゲームって、RPG とかって、攻撃力、防御力とかね、素早さとか、いろいろ、そういう能力値があるじゃないですか。それを敵を倒すことによって、どんどん成長させていくっていうゲームだ。まあ、そういう楽しみ方があって、まあ、それでラスボスを倒すと。まあ、そういう目標に向かって頑張っていくものだと思うんですけど、勉強もそれと全く一緒で、まあ勉強、まあいろんなね、問題を解きながら、どんどん経験値を得ていって、自分の数学力とか、まあ発想力とか、まあね、論理的思考力とか、いろんな能力値をどん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 上げていって、最終的にその能力値を使って、まあね、模試っていう中ボスで、受験っていう大ボスっていうのを順番に倒していくと。まあそういうね、ゲームだと思うんで、考えようによっては楽しいですよ。ね、友達とかと、友達、まあ、ライバルとかね、設定したり、しながら勉強していくと、まあ、かなり楽しめるんじゃないかなと思います。まあ、僕、やっぱ楽しんだもん勝ちですからね。はい。